これからね、アニバーサリー第2弾、そしてね、選択契約書が来ます。皆さんね、どちらを引くかっていうのはね、決められてますかね？コメントでね、よくどっちを引いたらいいですかっていうね、コメントが来るんですけど、個人的にはね、どっちを引いたらいいかっていうことでね、明確なね、判断基準があるんで、今日はね、その辺ちょっとね、説明していきたいと思います。最後までね、見てくれたら、自分がね、どちらのガチャを引いたらね、より補強できるかっていうところがね、よりわかると思うんで、最後までね、ぜひ見ていってください。まずね、第一に皆さんにね、各個人でやってほしいことがありまして、まずね、自分のオーダーの補強ポイントっていうのをね、自分で分析してみてください。その中で、今回ね、8つにね、分けてみました。まずね、第一、先発投手。第二、中継ぎ抑え。3、捕手。4、サード。5、ショート。6、セカンド。7、ファースト。で、8が外野ですね。で、どこのね、ポジション、先発、中継ぎ抑えを補強したいかっていうのをね、まずね、決めてみましょう。はい、ということでね、皆さん決められたと思います。決められてない方はね、またね、後で決めてください。じゃあね、まず1のね、先発を選ばれた方。この方たちはね、間違いなくね、選択契約書を選んでください。で、選択契約書で誰を選ぶかなんですけど、候補はね、2人います。まずね、シリーズ1の、オリックス、山本由伸投手。で、もう1人は、ソフトバンクのシリーズ1の、藤井荒野投手ですね。で、まずね、山本由伸投手のね、方から説明していくんですけど、シリーズ1の方がいいですね。なぜかというと、シリーズ2はね、フォークが消えてます。で、これね、打率がね、6割以上とかね、超猛者の方は、フォークがね、なくなっても、あまりね、気にしない方はね、多いと思います。なぜかというと、打率がね、6割以上の方っていうのは、もうスプリットとね、フォークの回転もすぐ見分けれますし、変化量もね、完璧に把握されてるんで、フォーク投げてもね、振らないんですね。ただ、僕みたいなね、打率3割、4割の方っていうのは、スプリットとね、フォークの回転はね、わかるんです。ただね、追い込まれてたにね、超奪三振ショーが出た時にね、変化量がね、結構ね、把握できてなくてね、ボール、なるって分かってても振ってしまうってことがね、結構皆さんあると思うんですけど、ということでね、フォークは絶対あった方がいいです。僕もね、結構ね、振っちゃうんですね。で、投げてる時もね、フォーク結構振ってくれる方多いです。ただ、6割以上とかの猛者には効きません。ただ、そういう方ってね、1割もいません。なので、フォークがあった方が、絶対配球のね、幅が広がりますんで、皆さんね、どのレベルをね、目指してるかっていうところにもね、よると思うんですけど、僕はね、このシリーズ1の山本由伸投手を、押しますね。で、二人目はソフトバンクの藤井荒野投手。この方はね、あまり説明不要だと思うんですけど、回転がね、シリーズ2から、わかりやすくなってしまったので、シリーズ2もね、もちろん強いんですけど、もうね、この藤井荒野投手はね、取れないっていうことでね、ここでね、取っておくのはね、かなりおすすめですね。はい、じゃあ次、捕手ですね。捕手は、アニバーサリー第1弾のね、坂倉さんを取ってください。坂倉さんね、守備はね、ちょっといまいちなんですけど、リアタイではね、そんなに気にならないレベルです。で、ライドラ広角でね、めちゃくちゃ打ちやすいんで、捕手をね、補強したい方は、アニバーサリー第1弾の坂倉選手を確定で取ってください。はい、次はね、サードですね。サードはアニバーサリー第1弾の岡本選手を取ってください。岡本選手のね、唯一の欠点が、ミートがね、少し低いとこなんですけど、このアニバーサリーバージョンは、祝宴が発動率 100% で、ミートがね、プラス算されるんで、欠点がね、なくなります。ということで、最強サードとね、言って過言でないと思います。迷わずね、サード補強したい方は、岡本選手を取りましょう。はい、次ね、ショートですね。ショートはアニバーサリー第2弾の坂本隼人選手を取りましょう。特殊能力がね、めちゃくちゃ強い。超広角打法、パワーヒッター外、祝宴ですね。で、さらに、守備適性も、まだね、ショート B ありますし、補給もね、C あります。で、ミートとね、パワーがね、多少落ちてきてるんですけど、77、77。ただ、今回ね、祝宴発動率 100% で、ミートがね、3上がるんで、十分強いと思いますし、過去のね、坂本選手の中でもね、そんなにね、引けを取らないと思います。なので、ショートを補強したい方、坂本選手を取ってください。はい、次、セカンドなんですけど、セカンドをね、補強したい方はね、今回のアニバと選択契約書はスルーでいいんじゃないかなと思ってます。引くんであればね、
アニバーサリー第2弾のね、マキさんがいいと思うんですけど、守備がね、ちょっと1試合使うには怖いなという個人的なね、印象ですね。はい、次ね、ファーストですね。ファーストはね、アニバーサリー第2弾のね、村上選手をおすすめします。で、ここね、岡本選手とね、迷うとこなんですけど、やっぱりね、ミートがね、5違うっていうので、DH とかね、代打で使うことも考えると、村上選手をね、おすすめしますね。で、あまりね、ミートは関係ないって方もね、多いんですけど、そういう方はね、結構上手い方で、モサの方はね、ミートが少し小さくてもね、カーソルをね、うまく合わせれば飛んでいくんですけど、打率がね、特に低い方っていうのは、ミートはね、結構大事なんで、ここはね、まあ僕的に、個人的には村上さんをおすすめします。はい、最後にね、外野手を補強したい方なんですけど、選択契約書でシリーズ2のソフトバンクのね、柳田選手を獲得しましょう。やっぱりね、現役選手でね、広角アーティストの選手はね、確定で取れるなら取った方がいいと思います。やっぱりね、めちゃくちゃ強い。岡本選手とか村上選手もそうですけど、アーティストのね、広角持ちはめちゃくちゃ強いんで、おすすめですね。で、あとはね、まあ、ソフトバンクの、近藤選手とかね、アニバのね、第2弾、西川選手とかね、おすすめではあるんですけど、純正でなければね、まあ、わざわざね、確定で取りに行くことはね、ないかなというね、個人的な印象ですね。ということでね、僕のね、おすすめな選手を紹介してきたので、もしね、よかったら参考にしてください。アニバのね、第1弾の無料10連を引いたので、動画をね、撮ってたんですけど、間違えてね、消してしまいました。ということでね、誰がね、10連目に当たったかだけをね、発表したいと思います。狙いのね、選手はね、岡本さん、坂倉さん、藤井さん、松井裕樹さん、バウアー。このね、5人の中でね、当たってくれたら嬉しいです。では、結果をどうぞ。はい、ということでね、狙いの選手じゃなかったですね。ダルビッシュセレクションに続いてね、ちょっと引きが悪いんですけど、第2弾ではね、ぜひ狙いの選手をね、引いていこうと思います。はい、ということでね、皆さん第2弾のね、アニバーサリーも神引きしてください。9日にね、またリアタイ目線辛口評価をね、出そうと思うんでね、ショート動画ですね、そちらもね、ぜひ見てください。じゃあまたね。